対決異世界クッキング。さてさて、この番組は伊勢妻のブルーレイ第4巻をお買い上げいただいた方しか見ることができないというですね、スペシャルプログラムとなっております。そんなスペシャルなプログラムで何をするかと言いますと、はい、題して対決異世界クッキング拍手イエーイ。どちらが勝ってもおかしくないとは思いますが、それではロールケーキデコレーション対決スタートです。ステップ1、はい、ホイップクリームを生地に塗る。そう、マリンカが今持ってきてくださいました無属性魔法モデリングであらかじめ作られたスポンジケーキの生地の上に、冷蔵庫に冷やしてあったホイップした生クリームを塗っていきます。はい、これがステップ1です。じゃあ2人とも頑張って。はい、まずは塗るんだね。じゃあそうだよね。うん、すごい。あ、どうぞどうぞどうぞ。これだよね。はい、持っちゃったー。よし、行きます。持っちゃった。普通のスポンジケーキ、ホールケーキはあるので、なんとなく、うんうん、なんとなくね。え、ホールケーキあるんだ、それすごいよ。めちゃくちゃ有利じゃないですか、うん、デコレーションからじゃなくて生地から作ったの。ちょっと待って、これ私食べなきゃいけないんだけど。やばい。いや、頑張って。そんなしてるのか。頑張ってるから。でもほら、そんなにさ、こう悪いもの使ってるわけじゃなくて、超美味しくなるようなのかしかしないよ。すごい。なんかさっきの意気込みどうしたって感じだけど。お、2人とも順調に塗れてきましたね。美味しいかどうかちょっと味見しないといけませんからね。あ、食べたの。うん、うん、うん、美味しい、美味しい、生クリームは美味しい、美味しい、美味しい。急いでね、急いでね、もう乗せるものは全部乗せてください。分かった、分かった。オッケーですか。大体乗せました。10、キウイ好きだもんね、キウイ、キウイ好き。8、7、6、5、4、3、不安な声が聞こえる。1、スタートです。はい、それでは次のステップいきたいと思います。はい、ステップ3、生地を巻いていく。おー、トッピングが完成した生地をクッキングシートを使いロール状に巻いていきます。はい、うん、巻いていく。それが問題なんだよ。先にどうぞ。え、マリカさん、どうやって巻くんですか。どうやって巻くんですか。え、あ、どうやって。だってこれ2つにするんでしょ。どう出るか。どうしようかな。2つにする。どうしようかな。でも確かにでも、え、ロール。ロール、こっちから見たらめっちゃロール、うん、確かに確かに、こっちから見たらすごいロール。確かに確かに、ちょっとこう丸みがない。ちょ、待って、こっちから見たら合格だけど、こっちから見たらなんかもう待って待って、サンドイッチだわ。やっぱ生クリーム足んなかったんじゃないの。違うよ。違う、これは失敗例ですね。